オリジナルの挨拶を考えてきたので聞いてください。ブンブンハロー YouTube。 どうもキムチン TV です。今回の動画なんですが、 Twitter の方で田舎あるある田舎にしかないものを聞いてみたので、そちらをね見ていこうと思います。ちなみに僕は1回だけ東京に行ったことがあるんですけど、確かにたくさんお店があったり、メイドがティッシュ配ってたりして面白かったんですけど、空気がまずかったりトイレがなかったりして、まあ僕には合ってないと思いましたね。お前も田舎に来ないか。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。夏の夜はカエルがうるさくて、秋の夜はコオロギがうるさい。夜の虫の鳴き声すごいですよね。でもたまに耳を傾けてみると意外とね、いい音色だったりしますよ。僕は虫と戦争が嫌いです。コンビニに駐車場。都会に行ったら驚いたんですけど、コンビニに駐車場ないんですよ。駐車場があるのが当たり前だと思ってたから、超驚きましたね。電車が1時間に2本しか来ない。券売機もなければ自動改札もない。駅員もいない無人駅。皆さん、東京の駅行ったことありますか？僕、池袋駅行きましたけど、もう迷宮ですよ、あんなん。どの電車に乗ればいいかわからないし、そもそも出口がわからないしで、リアル脱出ゲームやってるんかみたいになってましたね。車で1時間は基本近場。僕たちちょっと感覚が狂っちゃってるよね。農業用トラクターが道路走ってる。普通に道にブルルルルルルって走ってますよね。ブルルル。帰り道とかで知らないおばあちゃんがお帰りって帰ってる途中の学生とかに言ってた。正直どう返せばいいかわからん。あれもう完全なトラップカードだよね。お帰りって言って、ふっ、なんて返してくるかなって我々を試してる可能性もありますね。服は島村で買う。それは多分この方が陰キャなだけな気がしますね。え、今島村バカにしました？いや、これめちゃくちゃありますよね、このコイン精米機。やっぱりこれ都会にはあんまりないらしいですね。この朝方に一定のリズムで鳴く鳥いますよね。調べてみたところ、キジバトという鳩らしいですね。駅を降りた瞬間から野焼きの匂いがする。普通にその辺でなんか燃やしてるおっちゃんいますよね。子供会。同じ地域の子たちで集まって朝ね、ラジオ体操をやったり、みんなで遊んだりするやつですよね。すごいめんどくさが。品揃えが意味不明な自販機、そして安い。どこのメーカーが作ってるかもわからない謎の飲み物を売ってる時ありますよね。それで好奇心で買ってしまってまずかったみたいなことはありがち。これやろ。結構いいね数がついてるので、ある地域にはあると思うんですけど、僕の地域はなかったですね。何このうさんくさい言葉。東南アジア並みの駅。それがこの写真なんですが、いや、ここまで行ったら木更木駅みたいになってるよ。なんか怖い幽霊みたいの出そうだね。イノシシ。よくイノシシが出て、学校の帰りの会の時にイノシシが出たみたいなので、皆さん気をつけて下校してくださいみたいな感じで注意される時ありましたよね。気をつけろって言われても、出会ったらもう即死だろ絶対。1学年1クラスのせいで、小学校から中学校の9年間、なんなら幼稚園含めて12年間ずっと友達。都会って学校の人数が多いので、1学年8クラスとかあるらしいんですね。でも田舎って学校の人数が少ないので、1学年ね2クラスとか3クラスとかなんですよね。そのおかげで一人一人面識があるから、結構みんな仲いいよね。遊ぶところ大体イオン。いや、そうなのよ、遊ぶところがないのよ。僕も友達とどこで遊ぶってなったら、絶対ゲームセンターかラウンド1しかなかったですからね。それでラウンド1でボーリングやりすぎて、なんか僕ボーリングだけ異常にうまいんだよね、スポーツの中で。くねくね。いや、それ会員なのよ。いつのものかわからない選挙ポスター。すごいガビガビのやつね。庭、雑草しか生えてない。いや、その通りで、草、草だけに。これ、いや、この看板何なんだろうね。田舎にはこの看板立ててくださいみたいなルールがあるんですかね。いつでもどこでも虫がいる。自転車漕いでると前から大量の虫がなんかぴょん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 飛んできて、マジでうざいですよね。押しボタン信号、押したら一瞬で青になります。これ押さないと一生赤のままですからね。街灯が少ないから夜危ない。都会は夜とかもねピッカピカですけどね、田舎なんてもう真っ暗ですから。僕みたいにキュートで可愛いショタは狙われちゃうな。きつ。もう死にかけの瀕死状態の丸服ね。近くて便利、セブンイレブン。どこが近いん？おー、セブンイレブンに文句言うな。